スタン・メーザーこと、スタン・レイ・メーザーは、アメリカ合衆国のマイクロエレクトロニクス技術者である。フェデリコ・ファジン、テッドホフ、シマ・マザト氏と共に、世界初のマイクロプロセッサであるインテル4004を開発した。1941年10月22日に、イリノイ州シカゴで、ユダヤ人の両親のもとに生まれた。少年時代に、一家で、カリフォルニアに移り住んだ。 オークランド高校を1959年に卒業し、サンフランシスコ州立大学に入学して、数学を専攻した。その傍らで、個人的興味から、ヘリコプターの設計や建設を学んだ。スフスーで後に妻となるモーリンと出会い、1962年に結婚した。同じ頃、彼はコンピュータに興味を持った。スフスーの IBM-1620 でプログラムを学び、 教授の助手として他の学生にその技術を教えた。また、独学で技術書を読みながら、コンピューターアーキテクチャの研究を続けた。1964年、フェアチャイルドセミコンダクターのプログラマとなり、その後、デジタル研究部のコンピュータ設計者を経て、高級言語コンピュータシンボルの共同特許を取得した。1969年にインテルに入社し、 テッド・ホフと共に、ホフが以前に開発したコンピューターを見え、チップコンセプトに基づくマイクロプロセッサのアーキテクチャを定義するプロジェクトを担当することになった。日本の電卓メーカーであるビジコンが、インテルに新しいチップの設計と製造を依頼した。彼は、インテル4004と名付けられた革新的な新しいチップのアーキテクチャと命令セットの定義に貢献し、ファジン、 ホフおよびビジコンの島正と氏と共に共同発明者としてクレジットされている。当初、インテルのマーケティング部門は、この製品の一般顧客へのサポートや販売を引き受けることに消極的であったが、ホフとメーザーは4004の設計者であり、プロジェクトリーダーでもあるファジンと共に、業界への発表に向けて、積極的にキャンペーンを展開し、同社が受け入れられる。 サポート戦略の策定に協力した。インテルは1971年に4004を一般向けに発表した。コンピュータ設計者として6年間勤務した後、メーザーはベルギーのブルッセルに移ってインテルでの勤務を続け、アプリケーションエンジニアとして顧客が同社の製品を使用するのを支援した。翌年カリフォルニアに戻り、最初はインテルの技術トレーニンググループで後に スタンフォード大学とサンタクララ大学で講義を行った。その後、南アフリカのステレンボッシュ、スウェーデンのストックホルム、中国の南京など、世界各地で教弁を取った。1984年にシリコンコンパイラーシステムズに入社し、2008年に BA システムズのトレーニングディレクターに就任した。1993年、当時シノプシスに勤務していたメーザーは、 パトリシア・ラングストラートとの共著で、A ガイド o v h d l と題した、チップ設計言語の本を刊行した。また、これまでに50本の論文を発表している。2009年のコンピュータ歴史博物館、フェロー受賞式にて、島とメーザー・アメーザーは、4004の共同発明者の、ホフ、ファジン、島と共に、ロンブラウン・アメリカン・イノベーター賞。 1997年の京都省先端技術部門、全米発明家伝道など、数々の賞を受賞している。2009年には、世界初の商用マイクロプロセッサであるインテル4004の開発チームの功績が認められ、コンピュータ歴史博物館フェローに選ばれた。2010年には、メーザー、ホフ、ファジンは、バラク・オーバマ大統領から、アメリカ国家技術賞を授与された。 ありがとうございます。